山手線の営業列車で自動運転の実証実験が始まりました。JR 東日本は、鉄道開業150周年を3日前に控えた今日11日、山手線の営業列車で自動運転の実証実験を開始しました。山手線では、自動運転導入に向け、2018年度より終電後の時間帯で試運転が始まりました。今年2月には、営業時間帯にも試運転が行われ、前後に列車が走行している環境で、自動運転に必要な、運転機能、乗り心地、省エネ性能などが確認されました。そして、今日11日より、乗客を乗せた営業列車で自動運転を目指した実証実験が始まりました。性能の確認や知見の蓄積を行うということです。自動運転の対象は、E235 系0番台等17編成と等18編成の11両編成2本です。車両には ATO 自動列車運転装置のステッカーが貼り付けられています。実証実験は約2ヶ月間実施される予定です。JR 東日本によると、来年春からは3年から4年かけ、山手線を走る E235 系全50編成を対象にワンマン運転対応化改造工事を行うということです。車掌の乗務しないワンマン運転は2030年頃までに始まる予定です。これで10月11日のKABニュースを終わります。